一のラジオごっこ五一会議室。フロム五一の中野です。フロム五一の国書です。よろしくお願いします。ね、こうやってね、いろいろやっぱ喋っていくっていうのもね、ちょっと楽しんでいこうかなと思ってます ね、 そうですね、なぜ蒲田行進曲で銀ちゃんとヤスをやった二人がこれ今喋っているのかというね、そうとなりますけども、まあフロム五一ってね、あの名前の由来とかもちょっと言っていきましょうかね。そうですね、何やそれって思ってる人が多分、多分ね、聞いてる人は、なんでお前ら急に喋ってんねんってところから始まってるんで、黙っとけと。そう、あ、そう、黙っとけ、黙っとけと。説明するだけで説明したいよ。不親切やな。めちゃめちゃ不親切。ちょっとずつね、やっぱ僕らのことをやっぱね、もうちょっと知ってもらおうというね。確かにそれは純粋な気持ちでございますけど、なんでね、五一フロム五一っていうのはね、多分ね、あの蒲田行進曲を見えてきてくれた方もなんで、フロム51って言うねんみたいな、そうそう、なんじゃそれは、そうって思うかもしれないですけどね。僕ら5人組男5人組なんですけども、そのね、大学の演劇部でね出会った5人、年齢もバラバラなんですけど、そこのあのね、稽古場所というかみんなが集まる場所が51会議室っていう部屋やったんですね。懐かしい。そうそう、懐かしい。あ、ほんまに。でフロム51という、そこから俺たち始まったぞと。そうそう、しかもね、その時演劇部ってね、2部屋借りててね、ああ、そうなんです、なんか倉庫みたいなね、倉庫って書いてあるところと、ボックスというか、ボックスって書いてあるとこ、51とかあって、もしボックスの方が部室やったら、僕ら劇団名ボックス、もうフロムボックス、フロムボックスみたいな箱やん、なんかちゃうね。やっぱ51でよかったですね、ほんまにね。僕らだから年齢バラバラで、僕中野なんですけど、僕が一番年下なんですよね。そうですよ、そうですよ、年齢で言うとね。そうですね、一応リーダー的なところが一番年下という、まあでもね、年齢を関係なくみたいな。だから、西条と純喜と、山上信也が、ね、僕らより、僕からしたら2つ、僕らして1個上ですね、っていうね、先輩後輩を全て混じってね、そう、まあ、同じ立場で芝居をしてるという。でこれややこしいのが、僕と国生さんはね、あの一個年齢が違うんですけど ね、その演劇を始めたのは同期なんですよね。だから僕が、2年生の時に演劇部に入って、で彼は もちろんその新入生で入ってきたから、あの1年差は離れてるけど、まあ同期みたいなね。で一番最初にあのお互い話しかけて、すごくなんか意気投合してね、そこでなんかなんかおもろいなってなって、あの時に僕は、一生多分これ忘れへんやなってなんですけど、あの大体ね、あの部活とかやったことある人って分かると思うんですけど、あの朝9時集合みたいなね、あれじゃ、あ、僕らあったでしょ、あの51会議室の前に、じゃ あの新入生の9時にいてくださいみたいな、で僕緊張しすぎて7時ぐらいに半端じゃないぐらい早く早く、ほんで待ってたら、彼が7時12分ぐらいに来て、僕はね、一番早く行こうと思って行った。まあまあ一番早い、だいぶ早めに着いたぞと思ったら、なぜかもう一人先に来てた男がこの私を私では真面目一筋国書でございます。でそこでなんかね、ちょっと喋って、そうなんかちょっとふざけた会話とかしたし、ね、懐かしいね。その時にね、あの僕あのその後にね、あのまあ、劇団をねやってる方だって分かると思うんですけど、ハサミ、あの何ですか、そのハサミ、チラシを、ね、チラシを持っていけみたいな、公演をやるときに、あ、広告ですよ、広告を、あ、そうか、広告を取りに行ってくださいみたいなね、先輩とね、3人で行ってね、その時にあの、あ、先輩ちゃうわ、だから僕からしたら同期かね、その女の子とね3人で行かされて、その時にあの、じゃあ私行ってくるからって僕ら、ね、待たされた時に、2人でちょっと待ち状態待ってる時にね、あのなんかよ、なんか僕からしたらね、見たらほぼ初対面の人じゃないですか、急になんかニヤニヤしたらこっち歩いてきて、お前こいつと思ったら国車だ国車さんって青いバイクあるでしょもうあるなって言って、あのバイクに乗ってる時にあのバイクから滑り落ちた手でなんかやってくださいよみたいな、あ、やったなときは滑り落ちた時の面白い面白い一言みたいな、え、めっちゃぶっ込んでくるやんとでもなんかね、多分トータルで言うと思んないんですけどね、お互いめっちゃおもろかった。そうそうそう、だって何やこいつって思いながら、そのくだり8回ぐらいやりましたからねめっちゃやってましたね。今もそこ変わってないですけどね、全然変わってない。だからもうそっからこうなんていうか、そっからもうフロム動いて始まってるのか。そうですね、だって第1回公演はバイクから落ちた時の一言や蒲田公演フロローグ、そう、第2回や、本当ね、みたいな感じでやってるんですけど、懐かしいですね。また個人的にもね、学生の時に一回ね、僕が初めての演出でやって、そうですね。なんかね、すごいその、役柄的にもなんかね、すごい楽しくてね。そうですね。もう一回これちゃん、もう一回
アレンジしてやりたいなって言ってたのがね、うん、あの去年の2月ですかね、あれそうですね、ね、ようやくあれでもいろんな人に助けてもらって、ほんまに、学生の時なんか誰どんだけ恵まれてたんやみたいな、ねえ、いやまあほんまね、助けてもらいましたよね、あれだから、うん、そのなんていうの、こう、いろんな、いや学校というものにね、そうですね、守られながらやってるみたいな感じじゃないですか、それをいざなくなった時に、じゃあ俺ら鎌田できんのかみたいな、うん、一番僕ほんま今やから言いますけど、めちゃめちゃビビッたことがあって、本番のもう4日5日前ぐらいかな、旅がないみたいな、いろいろ足りてなくてでね、まあ、僕らもね、その初めてね芝居打つみたいな感じがあって、ない、旅がないっつって、その時僕たまたまアマゾンプライムに加入してたんですけど、普通1日で届きますって僕の家に旅が4足ぐらいダッて来てあれは今どこに行ったんですかね、あれはね、皆様の私物と、足元のもんはね、あれは買ったんですか、あ、違うんだ、僕はだから自分の旅を使ってたんですね、いや、あなたは違いますよ、あなたはスターさんの役やったからそんなもんいらんっつって、違う、普通の安いやつにしたんですよ、違う、あ、旅、そうだ自家旅、セッタやわ、そう、セッタにして、うん、で、セッタに履く靴下みたいなね、うんうんうん、白旅にして、結果まあそのあれですけど、僕らの旅がないってなってでやばいってなって、どうしようって言ってアマゾンプライムさん、あ、これあ、あの、マルゾンプライムさん、あ、プライムさんって言った方がいいね、これね、うん、プライムさんに頼んで1日で届けてもらったっていうね、本当に皆さん時代劇を今からちょっとやってみようかなと思って、ほんまに気をつけた方がいい、下準備はマジで本当に本当にセッタもね、僕ね、はい、北海道で買ってきた自分の私物で使ってるね、セッタを銀ちゃんの時に使ってたんですけど、はいはいはいね、うん、あれ多分舞台ね、客席から見えてないと思うんですけど、あれ思いっきり網走刑務所って書いてあるまあまあ見えへんやろっていうことでね、ちょっとね、まあ多分、まあ、中野さんを知ってる方はご存知の通り、ちょっと顔見たらちょっとこの顔にピンときたら感めっちゃありますからね、そんなことないですよねめちゃめちゃベビーフェイス、いや、そんなことないでしょ、未だにやっぱ指チュパとかしますか、ね、いや、しませんよパッて今横見たらめちゃめちゃ右半身刈り上げてないみたいな、ああ、そう、これ違うんですよ、え、右半身半分ね、頭刈り上げてると思ったでしょ、はいはい、これちょっと事情があってね、え、あ、でもまあ言わんとくかな、いや、それはって聞いてる人がね、うん、気になるところあるじゃないですか、これはね、これ何やと思ってました、それはファッション、あ、ファッション、だってほら流行ってるじゃないですか、刈り上げ的なね、あ、僕ちゃいますよ、それはもう侵害ですよ、あ、ほんまですか、あ、いつやったかな、1週間ぐらい前ですかね、僕その仕事終わってね、はい、まあ、家帰ろう思って歩いてたんですよ、おう、めちゃめちゃ雨の日ですよ、あ、いや、段ボールにね、子犬が入って捨てられてたわけですよ、おで僕通りかかったら子犬がね、うん、僕の足にグワーってくるんですよ、なんかすかしてるんですよね、で僕もね、食べ物とか持ってなかったんで、うん、どうしようかなと思って右半分の髪の毛をちぎってあげたんですよのわりじゃ綺麗にまとまってるじゃないですかこれはファッションじゃないですよ、うまいなにしてもうまいですよファッション化してんねんからえ、その髪の毛食べてたんですか、食べたんじゃないですか、いやいや、見てへんねん確認してから行けやなんで確認してへんねん、あげたやと確認、あ、おいしてや、せめて髪の毛でもね確認すべきやろってと、そうなんですよ、そんなことよりね、うん、今回はね、なんですか企画をね、いや、あ、まあ、僕らしょうもないね、企画ですけど今、え、あ、そうです、僕らね、今大阪の難波にね、久々に2人でちょっと遊びに来てるわけなんですけども、うん、まあ、ついでにね、ちょっと撮ってるみたいなところなんですけどね、うん、ね、まあ大阪何回か僕見たことあったんですけどね、なんかエロいガチャガチャ、とんでもない、とんでもないガチャ、僕もね、ゲスのガチャガチャっていうのがあって500円するんですよ、1個、そう、エロいガチャガチャ500円、ゲスいガチャガチャ500円っていうね、これをちょっとね、カテゴリー1個ずつ出してみようかと、だってまだそれ開けてないんですよ、うん、ほんまに、そうです、でね、国書拓也はすごくエロいんで、エロい方を引いて、ちょっと待って、僕はすごくゲスいんで、じゃあそうや、そうなるゲスい方を引いて、ちょっと今開けてみましょうか、開けてみましょうか、すごく楽しみで、僕はもう気になってしゃあないです、僕が急遽、いや、これラジオやれたらこれ撮っとくべきや、撮っとくべきや、うん、ラジオ
ね、これ録音しながら開けるべきやと、うん、ちなみにそれまでちょっと右手震えてましたけどね、開けたすぎて開けたすぎて勝手に開けたろかなと、ね、どっちから行った方がいいですかね、これやっぱ僕の、あ、そうですね、やっぱあ、だって考えたら皆さんちょっと想像してみてほしいんですけど、はい、エロいガチャガチャって言ったらまあ、なんとなくね、下水ガチャガチャなんて聞いたことないでしょ。で、下水ガチャガチャって言ったら何やもうほんまに、うん、あの晴れの日のなんか社長の何かが入ってるんかな、やめろやめろ、あ、ちゃうんですか、やめろやめろ、やなんでしょう、下水、いや、ベッキーの怒られるやめとけ古いなめちゃめちゃ古いよ、なんでしょうね、いや、ね、とりあえずエロい、あ、エロい方、じゃあ開けてください、開けてみますね、はい、何でしょう、これ何入ってそんなにエロいもんなんか入りますな、うん、そんなんか、ね、ガチャガチャ全然開かないっていう、開かない、久々すぎて開け方もよくわからない、開け方がよくわかってない、うん、あのね、ちょっと、なんか喋っててください、ね、喋っておきましょうか、なんかこうエロいガチャガチャね、下水ガチャガチャ、今国章拓哉がエロいガチャガチャを開けようとしてますよね、これ開かないっていうのがエロいのかもしれないですねもはやね、あ、開いたみたいですね、何ですかそれはちょっと待ってこれ何ですか、何それ、何、あ、ちょっと待ってくれよお前、これ開かんやん、なんか袋に入ってるやん、なんか開けてみてよ、セクシーって書いてるやん、これね、うん、ちょっと何ですか、開けてみよう、はい、ちょっとじゃ あ、うん、発表します、あの五行翔太の口からね、これあのね、何それ、セクシーって書いた袋に入ってるんですけど、お、多分これね、それはもしや、これティーバッグこれはティーバッグですね、あー、これティーバッグです、これ、うん、あ、それこれを、うん、あ、あ、え、確かにエロいの、エロい、やめとけ、やこうして、あー、エロい、国書拓哉だね、これやばっ、ティーバッグ、あのこれは私のかぶってるんですよね、これね、お稲荷さんみたいな、かっこいい、かっこいい、あ、かっこいい、うん、なんか、あ、おてるおてる、ちなみに今のこのティーバッグは、うん、あの思いっきりかぶってるんですけれども、これラジオだからわかんないですね、うん、わかんないわかんない、あ、よかったよかった、こんなんもうね、あ、でもかっこいい、あ、それ普段でも結構いいんちゃうかな、これを、うん、なんか防寒にもなるし、ね、あったかそう、いや、ね、スケスケや、うん、通気性や、これめちゃめちゃ通気性いいわ、これおい、エロい、まあでもエロい、しかも、まあ、ちなみにまあ言いますと、ちょっと白のね、白の清潔感のあるティーバッグ、ティーバッグなんですけれども、これは、え、あ、ちなみにサイズフリーなんで、おお、誰でもいける、誰でもいける、なるほどね、老若男女、いや、もうこれは完全にね、これ盲点でしたね、これはエロ、こうしてくださいと、なるほど、あ、いいですね、なるほどね、あ、よく似合ってる、素晴らしい、いや、ということでしたね、エロい、これが、ね、エロいガチャポンでした、行きましょうか、これなんでしょうね、これ何でしたっけ、これは、これは下水、下水やつ、下水ガチャポン、ちょっと開けてみますね、ちなみに開けるのなかなかね苦労するんですけど、ちょっとじゃあ喋ってください、あ、これね、あ、あ、開けましたはい、ゲス、あ、でもえ、ちょっと待って、ちょっと待ってくださいね、今開けました、ちょっと待って、うん、あ、じゃあちょっと開けてみます、はい、開けて、まあまあ、あんま関係ないとは思うんですけど、うん、僕のゲスやつにはセクシーって書いてる袋に入ってますわ、あれあれ、ちょっと待ってください、なんかまあ昔なんか聞いたことありますよね、結構前にね、確かに、これは これあれですよね、白のティーバッグ、もう一緒じゃない、一緒やん、見せて、ちょっと近づけよ、あ、でも、あ、いい、あ、ちょっとじゃあ柄が、ちょっとじゃあ、でも俺のやつさ、800円って書いてる、え、俺のは800円やん、得してるやん、得してるやん、300円得してる、ほんまや、これはすごい、皆さんちょっとおすすめです、これ、これはおすすめ、ティーバッグを特にお求めの、うん、いや、ね、でもマジでさ、道端でほんまにうんちとか漏らしてさ、パンツがなくなってもうたって時にさでも800円も金ないぞって時に500円であれ回したら買えちゃうティーバッグ、おい、ちょっと待ってくれよこれはでも得ねえ、得って、あとね、ちょっと僕が地味に思ったんですけど、これ今ね、お互いティーバッグじゃないですか、ティーバッグですね、で僕の方がエロいガチャポンでしょ、確かに、下水ガチャポン、下水、中野くんの方が下水ガチャポンですかね、パッと見た感じ、下水ガチャポンの方がスケスケ感でエロいっていうね、どこがエロいねんっていう、ね、僕の方が、ね、いや、こっちの方がエロいやないかっていうね、僕のやつはね、なんとサイズね、うん、フリーです、一緒やないかいや、これ絶対使い回しでしょ、これこれはね、
どう誰かが着用これ誰かメルカリで売ろうメルカリで売ろうぜ多分あだから多分分かるしだから、うん、あれ僕のやつはただ単にねただ単にティーバッグですよ、うん、ただ単のねシンプルティーバッグ、うんうん、これ多分ねあの多分ベッキーのティーバッグあこれベッキーあそれはゲスですね、うん、ベッキーのベッキーが川谷絵音の家に忘れていったやつをわざわざ、わざわざガチャガチャで何番の業者がね買い取ってねってことは業者が一番ゲスですねってことはですよこれ500円以下ってことですよあの原価ねこれは使い道あるのかな絶対ないでしょこれだって衣装とかでね次なんか舞台やるときねまあまあまああだから彼女とかできたらあプレゼントに一発目のでも絶対これ聞いてるでしょ絶対関係ないやかんやろ明らかにダメだろドライすんねんこれ若干なんかこうまあまあもう一個は置いときましょうか、ね、もうちょっとおばあちゃんちのカーテンみたいなデザイン確かにカーテンのあのなんていうんですかあのほんまのカーテンの裏にあるま、窓、普通のカーテンの間の白い、あれね通気性やね通気性のやつねいやもうこんなもんはいいんですよこんなもんはなんでこんな、なんでこんなことのために取っといたんやほんまにでもったいないですよ2つともパンツってないうん、ほんまに、もったいないまあじゃあちょっと話題変えましょうか。じゃあ僕ね、国生さんとね、付き合い長いじゃないですかもう何年ですか、あれだって、で、そのね早くついて2人で出会ったとかあれ何年前ですかあれ2000?2000、めっちゃ前ですほんまに8年ぐらい前、もっと前かなだって僕が20だから僕が多分18ぐらいでしょだから僕19ぐらいでしょえ、やばだから、8年前ぐらいだ8年前ぐらいやばだから、ね、逆にね、うん、一緒にいすぎてね、はい、聞いたことないのがいろいろあるんですけどえ、そんなことないでしょ俺はずっと一緒にえあでもこれちょっと聞いたらちょっと怒るかなもうそれはあかんやろそれはダメなことダメって言いますからあそんな、うん、なんか怒らんときな言えないこともありますからね、うん、それはあの、うん、もしも、はい、明日からね明日から、うんうん、1ヶ月間無人島に行かなあかんとしたら3つだけ何か持っていくとしたら何持っていきます何も怒らへんわよ怒らへん何にも怒らへん何にも怒らへんえ、無人島に1ヶ月間 3つだけ、うん、3つのマジマジなやつマジなやつあーあのね、うん、3つだけ3つだけなんやろうえ1ヶ月後に迎え来るんですねじゃあ1ヶ月後に迎えが来ますよなるほど袖のないデニムのジャケットを着てサングラスをつけて色黒のひげ生やした男が、うん、船で迎えに来ますなんで怖いなスギちゃんみたいなやつが、うん、何やろ何持っていくえちなみに決まってるんですかえ俺あ僕ですかえ何ですかえ決まって僕はもうマジで決まったんですよ3つ3つでしょあ決まってるんですかもう決まってます決まってますでもこれしかないっすね逆に嘘やん言いましょうかさっきじゃあえもう全部言いますよ、はいはいはい、まずねまあねタバコは持っていきたいですねタバコタバコとまあライターをじゃあワンセットとしましょうタバコのセットをねそこワンセットにしちゃうんですかあじゃあいいですよタバコだけにタバコだけそうだ火は多分そのねライターライターマッチとかもそれ多分まあ大丈夫どうせ砂浜にメガネとか落ちてるでしょメガネメガネとか多分落ちてると思うんでそれをこう太陽に当てて火は火はうまいことできますからいやだからタバコは持ってきますねアニメの見すぎやろアニメはそんな見てないいや絶対無理でしょいやまあまあそうタバコとあとお酒お酒は持ってきますこれはお酒これなんでかって言ったら、はい、まあね無人島って多分、ね、寂しなる時もあると思うんですよ1ヶ月おったらね、はいはい、そんな時にやっぱりちょっと飲んだらやっぱもうどうでもええわみたいなって結局なんかこうね、OK OK みたいなとこあるじゃないですか。まあ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 、まあ、まあね、うん。で、しかもそういうとこで飲むのってまたうまそうなお酒がね、あると思うんで。で、3つ目、これは僕が一番大事にしたいんですけど、虫除けスプレー。虫除けスプレー僕も 虫が一番怖いですから。いやいやいや、あのね、ちょっと、遡っていいですか。はい。お酒飲むの美味しいんですよって言うんですけど、観光しに行ってませんよ。いやいや、だって別にね、1ヶ月そこにおったらいいわけですよ。だって食い物とかどうするの ?1 ヶ月。食い物はだってその森の中に入っていったりとか、なんとかあるでしょ。何食べるのいや、なんかさ、ね、
動物とか、いや、キノコとか、いや、だって毒キノコとかあるじゃないですか。毒キノコはないでしょ。なんでないんだよ。お前絶対無理や、そんなやつは。いけるっしょ。そんなやつは。いや、大丈夫よ。いや、甘い。焼いたら、火通したら大丈夫。いや、だから、ちゃうねんって。あの食えへんもんとかあるから。じゃあ、釣りを、釣って魚を食べます。いや、僕は今一番、うん、あの、また、今僕は違和感あるのが2個あるんですけどね。お酒って言ったでしょ。はい。お酒は、水扱いじゃないですかね。なるほど、水分が必要な。ないですよ。いや、水分はだから海水をろ過して、海水をろ過してから、ろ過どうやってやんねん。ろ過は、なんとなくできるよ。どうやってやんねん。なんかちゃうやん。お前は理科の授業の時ずっと寝てたんかも。いや、だから。ろ過を思い出すと思う、多分、そういう時だったら。いや、なんかあったな。どうやってろ過すか、僕知らんねん。どうやってろ過すか教えてる。だからまず瓶を拾うでしょ。なんで移動？いや落ちてるから絶対そんなもん。なんで移動の方が絶対落ちてるから。いや落ちてないわけが。まあまあまあ、仮にじゃあ拾いましょう。まあ瓶にじゃあ海水入れますね。入れましょう。はいはい。でまあ火はその落ちてるメガネで火炊くでしょ。その火を起こしてるわけですよ今すでにね。そこにまあ瓶を置いて、まあ、沸騰させますよその海水を。それでいいんちゃいます。いやあかんやろ。大丈夫っしょ。いやもう楽観的すぎません。あまりにも。あ、だからそのロッカーは僕多分その1ヶ月でしょ、はい、っていうことはその迎えに来てくれるってことは誰かが連れて行ってくれるわけですよ。お、ね、絶対にね、はいはい、一発目ね、うん、その時に船の中でめっちゃ聞きますからロッカーの仕方。いや後で聞いても意味ないじゃないから。ちょっと行きにね。あ、行きにね。ロッカーするつもりやんだけど、ロッカーってどうやるんかなって。そのでもあれがいいねん、あれがいいねんだよって。あ、それ俺の手持ちないわってなったらどうするんですか。それないわと。なだったら例えばね、うん、あそれは、はい、こう例えば網がいると、その塩をね、分離する網がいるみたいな、ね、なってくると網ないじゃないですか。ないですね。どうするんですか。わ、砂浜で拾いますよ。網なんか絶対落ちてるから。そんなんやったら、あ、網落ちてなかったことある。逆に砂浜で。いや、あるよ、それあるか。あのちゃん、もう逆にね、ロッカー無理やとしたら、はい、あのココナッツを僕が木に登って取って、それを吸います。あの、ごめん、まず無人島にココナッツがあるというあのね、楽観的思想、それが良くない。あの、無人島に行く気がない。まあね、でもね、うん、僕の中ではね、タバコもお酒も持ってきますけど、はい、最悪うまいこといかんかったけどいいんですよ。虫よけスプレーはマジでいる。はいはいはい。それは一理ある。はい、1ヶ月でしょ。1ヶ月しかも無人島でしょ。無人島、まあ、無人島ということは絶対ね、あの森がね、ありますね。生い茂でしょ、まあ、で森に入らんとね、やっぱその生きるものは見つからないですから、うん、見たことないね。見たことないやつが、うん、あの足18本ぐらいある。あ、気持ち悪い気持ち悪い。虫が出てこない。そんな虫除けスプレー効かないですよ、はい、もう、はい、しかもね、1ヶ月の間にどんだけの虫が寄せてくるかバーって来るじゃないですか。いますね。それをね、1本の虫除けスプレーで退治できるかっちゃうんですよ。なるほど。それ無理でしょ。だからそれは一応、まあ、無償化スプレーね、うん、まあ、殺虫剤でもいいですわ、持っていくでしょ、うん、それがもう、そう気持ち悪いの出てきた時に、うん、あかんかった時はリタイアですよ。なんでやろ、リタイアできるっていう。リタイアですよ。ルールがないじゃないですか。リタイア、あのね、それはもう無理です。分かった、あのね、初期のルール説明が不足している。不足している。あ、もう絶対1ヶ月おらなあかんと。リタイア、そうだよ、1ヶ月って言ってんねんから。いや、虫除けスプレーはいるで。え、だからそのね、そんなん自分の手で退治したいじゃないですか。ペッってこう、あ、別にね、そうそう、手もあの、その3つのうちに入ってます。なんでやねん。手持ってた、あ、それ1です、1。じゃあ、何も持っていかないやないか。魂だけ、魂だけ。じゃあ、もういら、何もいらんやん、じゃあ。じゃあ、何もいらんやん。じゃあ、何もいらんやん。何にもいらない。結局じゃあその、無人島行くには何もいらんないですよね。魂だから。魂っきゃ気持ちがあればいい。めちゃくちゃやないか。何の意味があんねんこれ、ほんまに。なるほど。他、じゃあ逆になんか今やからこそ聞いてみたいこととかありますか。ああ、それはやっぱりね、多分絶対こんなこと聞かないなっていうのあるんですけど。おお。まあ僕ら仕事もしてるじゃないですか。してますね。まあ演劇活動もしてるじゃないですか。はい。逆に何にもないお休みの日とかあるでしょ。あ、完全オフの日。あ、完全オフの日。そんなんの日は何をしてんねんと。
あ、逆に知らないですね、確かに、ね、あの現代的なね、ちょっとあの、はいはい、コンプライアンスに引っかかるか分かるけど、プライバシーの侵害みたいなのかもしれないですけど、はいはい、まあ、いいじゃないですか、別にね、こういうきっかけですから。もう稽古とかもなく、はいはい、もうほんまに何にもない。だからもう朝起きて夜寝るまで何してもいい、何してもいいですよ。え、何してますえ何してます何してます、僕から行きます、僕から言いましょうか。いや、僕はだから普通にねえ、だから朝起きるでしょ、はい、まあまあ飯食うでしょ、はい、で、まあ、ちょっとパソコン見るでしょ、パソコン見る、まあ、まあ、なんかあれ、なんかニュースないかなみたいな、いやいや、ヤフーニュースとかね、ね、うん、で、あの、ちょっと運動するんですよ、ね、おー、偉いですね、チャリンコこいだりとか、うん、あのちょっとジョギングしたりとか、筋トレしたりとかして、で、で、飯食って、映画を見て、うん、ね、ちょっと途中寝てるんですけど、あ、起きたらあかんわみたいな、もう一回、ね、直して、うん、であれどこやったっけ、ちょっとその1分前ぐらいから直して、うん、見て、あ、面白かったなっつって、で晩飯食ってパソコン見て、うん、で終わりですよ。なんか分からんけど、うん、映画のさえへんやつやん映画の4番手ぐらいのやつ、なんかを目論んでるやつや映画なんか目論む前の前のやつこういう日常が崩れていく時のやつ、ハッカーみたいな、ハッカーとかいや僕はもうあ、でもまあでもそうですね、でも普通そうなんじゃないですか、一応運動してるだけマシじゃないですか、まあまあまあ確かに、うん、健康的だよね、健康やっぱ走らないよねみたいなね、逆にじゃないですか、いや僕もでもね結局一緒似てるんですけど、うん、僕は結構そのシーズンシーズンによってねブームがあるんですよ。だからもう休みのたびにもうプール行ってずっと泳いで、あんで走って筋トレしてとかっていう、うん、絶対そればっかりの時もあれば、はい、ほんまになんかもうずっと家におる時もあるんですよ。でずっと家におる時で去年のね夏ぐらいとかめちゃめちゃそのアクティブやったんですよ。最近はもうやっぱ寒さもあってねもうだから休みの日朝起きて起きた状態でまず携帯つけてゲームして、うん、でゲームもそのスタミナが切れてくるわけ、まあそうだね、もうできないわけですよ、もうね、なあ、まあ、やめようかと、やめようかと、で、まあ、映画見て、うんうん、ああ映画見たなと、はいはいはい、でその映画見たのを他の人たちはどう思ってるんやろうっていうのでちょっと検索してね、レビュー的なものを見て、ああなるほどなるほどって思って、はい、お酒飲んでお休みですよ、うん、多分分からへんねんけど、うん、映画に出てくる冴えないやつやん、それつまり、うん、僕と同じなんですだから結果なんかね、僕夏はねめっちゃ運動してるんですよ、分かる、でも俺もプール行くもん、一回僕の住んでる地域に、うん、そのあんまないですプールが、うんうん、で一回その芦屋浜まで行ってね、レーンがちゃんとあるじゃないですか、はいはい、泳ぐためだけのみたいなあるじゃない、そこ行って泳ぐんですけど、一回そこいつもついてるんですけど、一回なんか何者か分からないですけど、ヒョウ柄のブーメラン、はいはい、こんきちきちの入った人が俺のほんまに25センチ後をずっと追従してくるみたいなとこあってめっちゃ怖かって、でパッて見たら水中ゴーグルみたいなあるじゃないですか、あれがね、もうテカってんすよ、もう俺が映る、僕が映るぐらいテカってる近いとこにおるな、そうめっちゃ怖くて、で、そっからもう怖すぎて、で僕ちょっと見て、ちょっとニヤッとしてくるんですよ、あ、これマジでやばいやつかなと思って行くやめたんですけど、まあそれは実は僕なんですよ、なんでやねんいや、お前、声かけてやせめて声かけてや体型的にお前っぽかったけど、確かに体型的にね、ちょっとひょろっとした、ちょっといい感じの筋肉の使い方したけどお前じゃん、あ、お前やったんかね、あれは、それ多分僕じゃないですかね、ちなみにね、丸坊主でしたけどね僕ですか、ね、そうやな、そうやな、ありえるもん、僕よりも多分その人は犬に髪の毛あげたんでしょ、ね、あ、もう可愛いぞすぎて2回で食わした、あ、もう1回全部やって、全部やってもらった、たまたま道中におったら泳ぐしかない、いや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 、ちょっと待ってくださいあ、じゃあもうその同類の人間なのね、なるほど、ね、いやでもなんかね、フロムゴチ分で僕らまあちょっと似たとこもあるんですけど、やっぱちゃうなと思うとこもあるし、うん、5人集まるとね個性面白いですよね、そうですね、例えばね、西条イリアなんてね、
あの音楽がやっぱすごいんですよ、はい、あの監督役を黒もあ鎌田君ですけど監督役をやってたのね。音楽がねやっぱすごくてね、うんうん、バンドマンですね、うんうん、その音楽の才能とかね努力がすごいなって。まあまあまあね、うん、まあ、1回でもライブに、まあ、2,3 回は行ってんですけど、まあ、ドラム叩いてるんですよ。ドラムですね、うん、でまあ、あのまあ結構シャンソンとかもはいはい、今なんかすごいとこまで行ってるみたいですね。いやーってるんですけど、ちょっとこれほんまに言っていいんかわからないですけど、ちょっとやっぱりこう同じずっと一緒にいるからちょっとイラッとするなみたいなのがあるじゃないですか。それはもうね、どうしてもそれみんな5人中5人全員当たり前です当たり前です。ちょっと結構前ぐらいにカラオケしてみたのね、うん、その時にあ俺これいるわピーって言うじゃないですか、うん、であの結構シャウトするとこがあったんですよ、はいはい、昔ねサジオさんはこうロックバンドってやってたから、はいはいはい、ウィーッって破天荒ウィーッみたいなやってたじゃないですか。でやってたのにシャンソン始めたからそこのおおみたいな何やそいつ何やそいつ誰やそいつだからあのすごいあの喉の奥で振り回してるおおみたいな何やそれってやっててあのその時僕普通に電報見てたんですけどなんか気に障るちょっとぜひとも一緒に行きたいです。行きたいです。ほんま、それ聞きたい。行きまくりたいですね。ちょっともう一個言っていいですか。これちょっと、はい、ほんまにこれカットしてもらってもいいんですけど、一回ね大阪で飲んでて、だからその前々日ぐらいにあ、俺もしかしたら大阪おるから誘ってみたいな言われてたんですよ。飲みやったらみたいな。あ、分かったって言って、でたまたま時間空いたから LINE 送ったんですよ。ほんだら返信来て、うん、ごめんって言って、うん、無理やわって言って、おなんでやろ、なんでやろって思ったら、うん、なんかちょっとスペース1個空いて、うん、俺、明日中に恋ダンス覚えなあかんねん。なんじゃそれ、はあ、そんなことあるか、生きててさ明日中に恋ダンス覚えなあかんことあるか明日、じゃあ明後日か、うん、明後日、俺、あれ行くのやみたいな、あの、とあるね、あの、星野さんのね、うん、あの、ライブに行くと、うん、で覚えなあかん、あの覚えなあかんで見に行くだけやろ。そう、見に、いや、ちょ見に行くだけ、まあですね、うん、その相方の方がね、彼女がそう、うん、好きなんですって。でもなんで覚えなあかん、わからへんお前ファク俺は、うん、恋ダンスをあの、この日本中でね、うん、あの、もうおっさん、アラサーのおっさんが恋ダンスを覚えるために僕、飲めなかったんですよ。それはじゃあダメですね。ダメです、ダメです。そんなもんは恋ダンスじゃないです。まあ、まあ、ちなみにね、最優さん関係の話言っちゃうこといっぱいあるんですけど、まあ、まあ、まあ、今日はこれぐらいです。まあね、あの、じゃあちょっと最上入り、まあ、じゃあ今回はじゃあ最上入りやそう、まあ、次回からね、次回はちょっと前、あの、順期じゃあ、山上信也のね、こともちょっと話していきましょう。話していきましょう。もうじゃあ、終わりますか。そうですね、終わり方がよくわかんないですね。まあ、初回なんでね、まあ、ちょっとすいませんね、終わりますって。終わりましょう、せーの、終わります。